パーカー・アラン・ブリッドウェルは、アメリカ合衆国テキサス州、デフスミス・軍ヒアフォード出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB ・オークランド・アスレチックス参加所属。愛称は、ピーバード。2010年の MLB ドラフト9巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。 A-9 アバディーンアイアンバーズでもプレイし、2球団合計で4試合に登板して、防御率1.59、6奪三振を記録した。2011年は、A-9 アバディーンと A 級、デルマーバショアバーズでプレイし、2球団合計で17試合に登板して2勝8敗、防御率5.26、70奪三振を記録した。2012年は、A 級デルマーバでプレイし、 23試合に登板して5勝9敗、防御率5.98,71奪三振を記録した。2013年も A 級デルマーバでプレイし、26試合に先発登板して8勝9敗、防御率4.73、144奪三振を記録した。2014年は A 級フレデリック・キーズでプレイし、26試合に先発登板して7勝10敗。 防御率4.46、142奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2015年は AQ ボーイベーソックスでプレーし、18試合に先発登板して4勝5敗、防御率3.99、93奪三振を記録した。 オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2016年、マイナーでは主にトリプル A 級のフォークタイズでプレー。8月21日に、メジャー初昇格を果たし、同日のヒューストンアストロズ戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは2試合に登板して、防御率13.50だった。2017年4月14日に、 ディフェとなった。2017年4月17日に金銭トレードでロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。メジャー初先発した5月30日のアトランタブレーブス戦では6回3失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。この年は最終的に2桁勝利となる10勝を挙げている。2018年シーズン終了後のオフはウェーバー工事での移籍を繰り返し、 11月26日に、ニューヨークヤンキース、12月21日に再び、エンゼルス、2019年1月22日に、オークランドアスレチックスへ移った。1月25日に、マルコエストラーダの加入に伴い、マイナー契約で参加のトリプル a 級ラスベガス、アビエーターズへ配属された。平均92.5マイルパーアワーのフォーシームが約4割を占め、 割合別では、ついで、カーブ、ツーシーム、カッター、チェンジアップの順で投げる。スライダーは滅多に投げない。ありがとうございます。